山中一郎明治7年4月13日は、江戸時代後期の佐賀藩士、佐賀の乱の首謀者の一人、河江元年、佐賀城下水貝高城工事に三中四三郎の長男として生まれる。幼少時から、秀才の誉れ高く、藩校行動館では、良官となったほか、江藤新平や添江島種臣にも学び、江藤の弟子の中では、勝木き慶五郎と並び、 富士門の双壁と呼ばれた。また、慶応4年には、佐賀藩が長崎に設立した、英学校遅延館に入学しており、有名なフルベッキ写真にも写っている。母親戦争には参加しておらず、明治4年には判明により、ドイツ・フランスに留学し、政治、経済を学んだ。明治6年に帰国してから政府に提出した海外視察お届けでは、高い評価を受けたが、 その年に発生した明治六年生変により、江藤新兵が職を辞したためこれに同行し、佐賀に戻った。佐賀の乱では長崎で武器の調達に当たったほか、石膏係長として敵城を偵察したりなどした。戦闘に敗れてからは、佐賀を脱出する江藤に同行し、鹿児島で村田新八に面会したが協力を得られず、さらに四国へと向かったが土佐にて捕らえられた。 乱語の裁判にて残首。去年27。時制は、苦学多年業未成一丁はかりごと廃止元二25年。女一無誰つかやと一ぎわがまこと。ありがとうございます。